紹介しよう。今日は僕の姫様と仲間が来てくれましたよ。お七瀬愛川 and 深夜元気相川七瀬さんのライブで深夜さんがドラムを叩いて、そしてマーティがギターを弾いてるんでね。そうですね、いつもと変わんないもんね。なんかこの感じね、何も変わんないね。全く緊張感がないですよねでもね、今日はね、ちょっとね、姫にね、はっきりしてもらった。何を？マーティーと俺とどっちが頼れる男なのかっていうとこよ。どうなんでしょうね。はいはいはい、僕は深夜に負けませんよ。俺もこっちも負けませんよ。負けませんよ。まあ、その大人気の七瀬姫なんですが、七瀬姫が最初にガツンときたロックアンセムなんですか？クイーンかな？あ、クイーンじゃない？クイーンじゃないですか？あ、いいんじゃない？まあ、僕はね、あのルナシーの時僕が人気あると思って失敗しましたからねマーティも実は俺が一番人気あると思ってた。いや、そんなことないですよ。だってなんかボーカルに決まってるじゃん。バンドはダイモンドみたい、この形で、うん、ボーカルはここだよ、他のみんながここ、うん、だから素敵なダイモンドみたいな人がいるからこれまた褒め殺し作戦で、これマーティだんだんあのマーティが黒い男に見えた